を踏んでしまったんだろうね。いや、そういう意味では君は偶然に愛されていたよ。生きて再会できたらちゃんとお礼を言っておきなさい。これも何を言ってるかわからないかい？だったらまだ気にしなくていい。君の友人は意図せずとも君を守ってしまう悲しい女の子だというだけのことだ。自分の身に起こったことは他の誰の身に起こってもおかしくないというのがどうやらこよみんのものの考え方らしいけれど、奇跡を否定するその考え方には君を特別だと思ってくれる誰かのことをお前は間違っていると断罪してしまうという大きな過信や。曖昧なことばかり言ってごめんね。メメお兄ちゃんなら元気いいな。何かいいことでもあったのかい？で済ませてしまうんだろうけれど、恨むらくはこの私はあの未熟者ほど寛容ではないんだよ。